はい、どうも久保田です。今回も雑談動画になります。ちょっとね、雑談動画が続いちゃってますが、どうしても報告したいことっていうのが先にちょっとあるので、今回も授業動画ではなく雑談会とさせていただきました。ここに書いたように、今、俺はプログラミングをね勉強し始めて、ちょっとずつ問題のウェブアプリを作っているんですが、中学校の国語文法、そして中1英語、中2英語、中3英語って作ってきて、高校生の皆さん、お待たせしました。学校内高校英語文法道場っていうウェブアプリを、作成しました。前回の動画でも話したように、ちょっと高校英語っていうのは問題数的に、本当はね1000問2000問って感じでどんどんね、数を増やしていきたいんですが、全部できてからみんなにこう見せるってなると、もう本当に半年1年とかかかっちゃうと思うので、とりあえず今回は、300問ぐらいかな、今のところ300問ぐらい作った状態でここに、上げたので、このページに飛んでもらえれば、他のウェブアプリと同様、登録などは一切することなく問題にチャレンジすることができます。まあ、詳しくはこういうのをどういうふうに作ったかとか、そういう経緯は、一番最初の国語のウェブアプリを作った時の動画を見てください。基本的には中学英語とほぼ同じです。記述式の問題と4択問題を作って、それも全部一緒なんですが、今回ちょっとアレンジ加えたのは、別解も丸になるようにしましたよっていうところですね。この辺っていうのはちょっと自分でも思うところがあって、高校英語になると、例えば、どこどこへ到着するっていう熟語だったら、arrive at ってやつも、習ったことあるし、get to ってやつも習ったことがある。だから、カッコが2個開けられていたら、どっち書いてもいいじゃんっていうシチュエーションは、もちろん出てくるわけです。当然ね、その2つには微妙なニュアンスの差などはあるでしょうが、文法問題上はどちらも丸になるようなシチュエーションっていうのは増えてくるので、どっちかしか丸じゃないっていうのを、まあ、頭文字で一応ヒントを与えることによって絞るっていうやり方は今回もしてるんですが、そうじゃない方を書いたとしても丸になるようにプログラミングを組みました。じゃあ今回も手短に使い方の動画を家のパソコンで説明したいと思うんで、お願いします。はい、というわけでこれが今家に帰って写した自分のパソコンの画面です。学校内高校英語文法道場、 URL はさっき黒板に貼ったやつと同じのがここに表示されています。今回のレイアウトや色も、学校内中学英語の文法道場と全く同じになっています。今問題数っていうのは319問になっているんですが、これがだんだん増えていくと思ってください。高校英語は中学英語と違って学年では分けてないので、ここにまだリンクなどは一切貼ってないんですが、ジャンルで分けています。例えば文系、時制、受動態、助動詞とかね、動名詞、不定詞、分詞、分詞構文、関係代名詞、関係副詞、複合関係詞、比較、仮定法、否定、和法、動詞、この辺は熟語が多いから45問ね、前置詞、会話表現、それらに当てはまらないものはその他にしておきました。最後に、文系以外かな、この文系だけはちょっとね、第何文系って答えるやつなんで、それ以外全部を集めて現在308問集めました。こっからランダムが総復習、こんな感じになって、基本的な使い方は前回の中学英語で説明してあるので見てください。まず今回ね、文系だけはちょっと他の単元と違って答え方が違うので一回挑戦してみます。この辺の説明は全て一緒です。はい、これ第何文型か数字で答えなさい、これコール、OC だから第5文型、まあ、こんな感じで、まあ、数をねボタンを押すことによって、1から5まで変更させるようなやり方にしています。で、解説が見たかったらこんな感じになるとね、SVOC の特徴は O イコール C、 つまりこの犬イコールこっちが成立する点で、第4文型では後ろの二重目的語がイコールにはなりません。これが第5と第4の違いですって感じで解説をしています。まあ、みたいな感じで解説ページなどは今までと全く同じになります。 There is 構文は第1文型、 I am 田中組は SVC、 第2文型、これ第1と戻したかったらこんな感じね。例えば5まで行って、まあ、それ以上はいかないんで戻したら1に戻ります。0になることもないんで、1から5で選んでください。クミルランスインザパーク、第1文型、
Do you know why I miss that?これは SVO の第3文型、まあ、この辺はね学校で習った、知識と、それでも分かんなかったら解説ページを見てください。てる人ものだからこれ第4文型、ギブ人ものだから第4文型。 I think で that 説は名詞説で目的語になってるんでこれは第3文型、まあ、こんな感じね。てる人、What kind of music she likes? これはてる人もの第4文型で、become は SVC だよね、my friend と teacher が一緒になるんでイコール関係なんで第2文型、まあ、一応解説見とくと S イコール C、 つまり私の友達イコール先生の状態が成立する、これが、第2文型の特徴ですと。というわけで10問終わると毎度のことながらあなたのスコアは10点中10点ですと、パーフェクト。これは、点数によって、ここの表示は変わりますと。もう一度今のと全く同じ問題を解きたかったらもう一度復習、別問題っていうかな、ランダムでまた、違う順番で出してほしかったら別問題で特訓、この辺は前と一緒になります。そのままじゃあ道場へ戻ります。この文型の4択問題はさっきの第1文型第2文型とかが4択になっているだけなんで今回ははしょります。で次に見てほしいのが、まあ、例えば受動態挑戦する、こっちはもう記述式になっています。で頭文字がヒントっていうのはこの2個目の括弧は I からスタートするようにやってください。何々することに興味がある、今回はファムInterested。 まあこんな感じで熟語も入ってます。受動態を使っている熟語も入ってるんで問題数にカウントしてあります。で次ね、例えば何々から構成されている Our environment is composed of、 この辺も頭文字ヒントにして、まあ、受験の必須熟語はたくさん入れてあるんで挑戦してください。 Be composed of は何々から構成されている、例えば似た意味の熟語として consist of がありますが、これは受動態ではない点に注意しましょう。この辺気づいたことはオリジナルで、さらに付け加えていますと。というわけで、この辺全部熟語だね。 has been I から involved、自分で作って自分で解いてるだけでもなんか英語力が固まってる気がする。というわけで何度もチャレンジしてください。あ、この辺が受け身の文法的な問題だよね。イチローはたくさんのプロ野球選手から尊敬されている、B 動詞プラスでバイがあるんだけど、尊敬されるっていうのはルックアップトゥーね、ルックアップトゥーなんだけど、この受け身になってもつまりルックトゥーになってもアップトゥーは残せよと。この辺は動画でも喋っているんで詳しくは見てください。こんな感じだね、はい解説、はい、ルックアップトゥー尊敬する、文動詞は受動態を作った時に後ろの前置詞は全て残す点を覚えておきましょう。この辺大事ね、特に高1の子はしっかりと覚えてください。これも大事ね、刺激動詞の受け身。というわけでこんな感じかな。刺激動詞って動詞の原型って暗記する子いるけど受け身になったら違うからね。ちょっと解説ははしょります。はい、これは知覚動詞ですね。これも was seen、 この辺は見られるっていうのは一応 S から始まるんで seen にしてください。そして to、 今回も知覚動詞は普通はね SVO 原型なんだけど、受け身になった瞬間、ごめんなさい、スペルミスですね。スペルミスは当然残念になりますと。はい、次ね。この辺も、群動詞だよね。taken care of。taken care of。はい、こんな感じ。まあ、ちょっとパソコンだったらこうやってタブキーかな。タブキーで動いた方が楽かもしれません。まあ、スマホの人はちょっとめんどくさいですが、いちいちこうやって合わせてタップしてください。はい、これは多くの鳥を見ることができる。でも鳥から始まってるんで、受け身にするなら can be seen と、こんな感じね。こういうのも、普通に出てるんで頑張って解いてください。これは be supposed to do だよね。 you are supposed to、 はい、こんな感じね。
Be supposed to do は規則約束慣習など何々することになっているという意味の受動態の熟語になります。あと1問で注文、これは is located と、はい、こんな感じになります。さっき1個間違えたんで10分の9。というわけで、文系は自分で数字をねポチポチ押したんですが、それ以外は今みたいに括弧の数分単語を自分で入れるっていう問題になります。4択問題っていうのは前回の動画と同様で、共通テストや英検みたいな感じの4択にさっきの問題が変えられていると思ってください。あとは別解の話をしたいんで、ちょっと別解が出てくるまで動画飛ばすんで待っててください。はい、今ちょっとね動詞のカテゴリーを探して、別解が出てくるような問題ないかなって探していたんですが、これ見てください。あなたが今していることに集中した方がいいよ。 You should C から始まるんで、普通は Concentrate on what you are doing now って感じで埋めると思うんですが、何々に集中するって、C からっていうヒントはあるけど、一応 Focus on だって何々に焦点を合わせるだから、似たような意味になるよね。もちろん全くイコールとは言いませんが、今回の文脈ならほぼ同じように使えます。だからフォーカスオンって入れてみると、はい、正解って出ますね。答えはコンセントレートオンっていう、模範解答をここに示したんですが、それ以外でもここだけね、ここだけプログラムでもしコンセントレート以外でもフォーカスって打ち込んでくれたらそれは正解とするっていう、別解のプログラムを組んだんで、このようにね、もしかして自分がここで思いつく頭文字以外のやつでも入れてみたら正解になることもあると思ってください。ただし、今のところね、別解は1個までしか、設けてないので、もう2個も3個も4個も何個も、言い方がある表現だったら全部を網羅しているわけではないので、やはりこの頭文字に一番従ってもらう方が確実かなと思います。というわけでこれが今回追加した別解機能だと思ってください。というわけで、ちょっと戻るボタンでここに戻ります。今ね全部のカテゴリー、この辺11問とか18問とか、この時制の文法自体の問題を、作っている部分もあれば、さっきのように動詞なんて、もちろんね一語だけで自動詞他動詞の問題もあれば、熟語とかもね増やしているんで、どうしてもね全体的には熟語が、たくさん占めてきちゃうんですが、今後も徐々に問題を増やして、こういう仮定法とか関係代名詞だったら熟語じゃないちゃんとしたね中身の問題も、作っていこうと思っているんで、長い目でこれを充実させていこうかなと思います。はい、以上で説明は終わります。はい、以上が使い方の説明になります。で、ここにちょっと書いたんですが、今後やっていきたいこと、もちろん授業動画とかをベースにしながら雑談会で今後喋っていきたい、やっていきたいことっていうのをここに挙げてみました。まず1点目、データベース上の問題をもっと増やしていきたいです。これは特に高校英語の方はまだ300問じゃ全然足らないと思っているので、もう将来的にね毎日数問ずつでもいいんでコツコツ貯めていけば1年で、1000問はきっと超えれると思うし、そんな感じで、新しいことを勉強しながらも、データベース上でこうやって打ち込むことぐらいはそんなに、負荷がかかんないので、増やしていこうかなと思います。それから、今作っていてもう初期の頃から感じているんですが、難易度でもう少しページを細かく分けていきたいなと、今はもう挑戦するっていうページと4択っていうページしか分かれていないんですが、この中でも例えば英検準2級レベルの、問題ばっかり集めて挑戦する、もしくは英検2級ぐらい、つまりこれが共通テストの、標準レベルだとして、それぐらいの問題だけ集めて挑戦するとか4択にするとかね、この辺を分けようかなと思っているんですが、データベース上で難易度は5段階に今でも分けていて、レベル5っていうのは今のところ1問も作ってないんですが、レベル1、レベル2ぐらいがおそらく英検準2級レベルで、レベル3ぐらいで2級ぐらいで、レベル4、レベル5とかでかなり上位の大学、早慶とか上智とかそういう難しい問題にも対応できるように、難易度5段階の問題を今はとにかく増やして、ある程度まとまってきたら難易度別のページも細かく分けようかなと思います。
最後に願望としては、今すぐにっていうのはもう全然無理なんですが、いつかこれをウェブアプリでブラウザ上でそのページ行かなきゃいけないんじゃなくて、iOS、iPhone の iOS や Android のアプリでできたらもっと楽なのになっていうのは、もう最初から思っていることなんですね。ただしこれは結構難しいなと思っているんで、今からゆっくりと勉強を始めました。フラッターっていう言語を調べたら、これを勉強すると、どっちも同時にこう開発できるような環境が揃うらしいので、これを今勉強し始めました。具体的には今ブラックフライデーっていうセール中の時期なんですが、まあ、ユーデミっていう動画講座でセール中なんで1動画1200円とか1300円で講座が買えるんですが、フラッターの講座を早速購入して少し勉強を始めましたんで、これの進捗具合とかも徐々に雑談会で紹介していこうかなと思います。ただしこれを正式にリリースしてダウンロードできる状態にするっていうのはまだまだ先の話になると思うんで、今回みたいに次の週とかね、次の月ではいできましたよとは絶対に言えないので、これは気長に待っていてください。進捗具合は、常に雑談会で少し紹介していこうかなと思っているんで、それで今こんなこと勉強してるんだなっていうのを感じてもらえたらいいかなと思います。はい、というわけでいろいろ喋りましたが、今後は、今まで作ったウェブアプリを見てもらえればだんだんね問題数が増えていくのがわかると思うんで、まあ、たまに覗いた時に、ああ問題数増えてるなと思ったら、それでもし気が向いたら挑戦してください。今後もこんな感じで、授業動画とは別でこのチャンネルは独学を応援しているし、自分自身も独学でいろんなことをこれからもチャレンジしていきますので、もし興味を持っていただいた方は、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。はい、というわけで今回は以上です。